ジラフが気になったニュースの概要と感想です。聞き流すだけでも理解できるよ。爽やかな俳優の田中圭を、暴露 YouTuber ガーシーが暴露。実際の音声を紹介する前に簡単に内容紹介。田中圭は日本では違法の賭け麻雀をしているということ。ガーシーの暴露はここまでだったのですが、別の場所から薬物疑惑が出てきました。田中圭は2022年で38歳になります。母子家庭で育っていたので父親のことは覚えてない。幼い頃に妹が病気で死亡を。2018年に母親が死亡を。ちょっとかわいそうな家庭。そんな田中圭は2011年に女優のさくらと結婚。今は二人の女の子の父親。そんな田中圭がやばい。まずはガーシーが田中圭の賭け麻雀について喋っている音声がこちら。まあそうですね。田中圭自体、まあこのロイという場所僕もよく出入りしてたんですけども、実際個室で麻雀ルームがある。僕もそこでまたさんと賭け麻雀やったことあります。はい。僕自身がやってるんで、否定はささないです。一緒にやってるんで、はい。で、そこで、田中圭とかが来て麻雀やってるの知ってました。はい。だそれは暴露しよう思ったんです、僕は。これちなみにレートどれぐらいギャンブルですか？いや、ハイレートです。田中圭ってね、実はめちゃめちゃギャンブル狂いなんですよ。いわゆるその、東京都にあった違法カジノのところに普通に出入りしてて、えぐいぐらいの借金できた時に、マタさんがケツ吹いてるんですよ、全部。で、本人が僕以上にギャンブル依存症なんですよ。ねえ、なんか可愛らしい顔してんのね、田中圭。だから何回もマタさんがケツ吹いてるはずですよ、ギャンブルでは。だから他のとこに行って変に借金こさえるぐらいやったらもう屋根の下でやらそうということで、あのロイっていう場所にこさしてやらしてます。で、田中圭がどんなタレントを呼んでるかも僕も知ってます。そこでどんな麻雀を繰り広げてるのか分かってます。ガーシーの喋りだけでは証拠にはならない。その時の写真とかもあるかもしれないので、そのうちにアップされるかもね。そしてガーシーとコラボしていた NHK 党の立花、彼がその後に自身のチャンネルで口を滑らせる音声がこちら。ガーシーが言ってましたよね、田中圭さん薬物やってる、綾野剛さん薬物やってるって。それ疑われても仕方ないですよね。このようにライブ告発で賭け事してるとかって来てるわけです。ガーシーが言ってましたよね、田中圭さん薬物やってるって、綾野剛さん薬物やってるってって言ってる。ガーシーは田中圭が薬物やってるとは言ってない、言い間違い。でも立花は以前に実際にガーシーと直接会ってる。 YouTube では暴露できない動画、またはまだ YouTube で暴露していない事実を事前にいくつか聞いたり見せてもらったりしている。そこに田中圭の薬物の暴露があったのだろう。それをガーシーはまだ暴露してないのについ言ってしまった可能性があるね。立花はまだ言ってはダメなことを悪気がなく言ってしまうことがある。気をつけないとね。田中圭が薬物をやっていても不思議じゃないけどね。みんなはどう思う？